やっぱりライバーになるには変なやつ世話できない。メロンさんの服にかかっちゃって。え、嘘、何してんのマジで。このライバーを見て V になりたいと思えるのは強者では。あ、違うよね、なんか違うよね、マイナスの意味じゃないもんね。あの L が優秀すぎて、なんかいや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 、この才能の塊のこのライバーの V、 ライバーの L を見て V ライバーになりたいと思うのは、これはちょっとさすがにこれを超えるか、同等、能力に同等も超えるもないけど、このくらいじゃないとなれないと思うのに、そこでもなりたいと思うのはさすがにそれはつわものではってことだね。ありがとう。深夜1800に向かってこのテンション。別にね、L がお手本とか、みんなにね、そう聞いてほしいことがある。これからね、あの VTuber、二次三次ライバー、目指す方とかをね、あの L をあのお手本とか、こうじゃなきゃいけないんだとかは思わないでほしい。やっぱり。そう。思うでしょ。そうしないといけないんだわー、いけないんだ、こういっぱい話さなきゃいけないんだ。やっぱりライバーになるには変なやつじゃないといけないんだ。こんな一人でこんな防音室の鮮明防音室の壁が張り巡らされた部屋でも一人でわーってやっても、目の前の人に向かって喋ってるみたいに変なことできれずに、いけないんだーって思ってるでしょね。こんなことすぐ先入っててんのかって思うくらいのテンションで喋っとかないとやっていけないんだって思ってるでしょね。そんなことはありません。あなたにしかない能力を伸ばす、あなたにしかない魅力を武器に配信活動をする。同じ人がね、同じような人が一人も二人も三人もいたってしょうがないんですね。どう調理するか。素材はね、みんな持ってるの。ね、カレー作るぞってなってさ、人参をガブッとしないでしょ。ね。素材はみんな持ってる。みんなそれぞれなんだ？みんな何かな？みんな何？人参？じゃがいも？じゃあまあ L はブロッコリーだとしよう。ブロッコリーもね、ブロッコリーですって言って、ね、生でかじってもいいけどさ、ね？もっと美味しくできるでしょ、それは。ね。それはなんでどうやったら美味しくできる？ブロッコリーは。ブロッコリー嫌いとかしたの、そんなこと聞いてない。ブロッコリーをね、どうやって調理するって。もう、素材はいっぱいあんのよ。鍋とかね。鍋で炒めようかな、鍋で茹でようかな。ね。茹でたらそれ柔らかくなるですよね。食べやすいなって。で、茹でたら食べやすくなる。で、炒めたらパリッとしてて美味しいなって。で、そこに塩かけてごらんよね。そこに塩かけたらどうなる？で、味が生まれるでしょ、また。で、それで別の調味料かけたら？で、また違う味が生まれる。素材はみんな持ってる。それをどう調理するかなんだよね、やっぱり。それいいよ、別に。鍋とかフライパンとかじゃなくてもいいよ、別に。じゃあ私はそのブロッコリーに加えて人参を持ってきました。人参を持ってきたらどうなる？サラダができるね、また。で、レタスも連れてきました。そしてそれがコラボ配信でしょ？ね？それがコラボ配信。ブロッコリーだけじゃね、生まれなかった味が人参さんとレタスさんが一緒になったことによってまた新しい味が生まれるんじゃん。あ、ね、それを飯島メソッドや。これ完全に飯島メソッドや。まだその話続く。もう終わった。もう終わったよ。流れでできた謎企画コラボ好きなのでラーメン食うやつ実現してほしい。最後に方言セリフ好きなので関西弁とエルフ弁で呆れてるところください。何してんの？でも関西弁はもうデロンさんなんよ。もう聞き慣れすぎて。何してんの？
やばいでほんまに。これはね、エルがデロンさんとディズニー行った時にチュロスを買って、デロンちゃんチュロス買ってきたって言ったら、うわっってつまずいてチュロス落としはしなかったんだけど、粉がデロンさんの服にかかっちゃって、え、嘘、何してんのマジで、やばいで。でなんかエルはめんどくさいから、あ、ごめん、でもごめんだけど大丈夫って言ってほしい今さこけたからさ、ごめんだけど大丈夫って言ってとイラってするかも。マイメロじゃねえエル無意識マイメロやね。黒みがデロンさんで、あ、コウミちゃんごめんね、チュロシの粉かかっちゃった。何やってんだよマイメロ。でもマイメロ今つまずいちゃってこけるかと思ってびっくりしちゃった。大丈夫って言ってやばい、無意識マイメロだわエル、これまずい。でエルフ弁で呆れてるところ、呆れないからなエル、あんまり呆れられすぎて自分が呆れるセリフより呆れられるセリフの方が思いつくっていうね。何してんのマジでやばいで。エルフ弁で呆れるところ、あんまりね方言じゃないんだよな。だから俺らがなんかどんくさいことしでかして、あ、もういい、いやなんかめんどくさいっちゃけど、そういうのもういいけん、話しかけてこんでくれん、なんか冷めた、これか、呆れましたエル、涙出てきた。あっちだとナンシオンとかかな。確かに。ちょっと、ソフトクリーム食べてる時に、ソフトクリームが服についちゃったとかで、あは、ナンシオンどうもとかぐらいか。これぐらいラフでいいのか。足りない。MC 淡々とこなしてうまそうなイメージ。淡々とこなしすぎるかもしれん。はい、それでは次の企画に行きますよ。行くよって。はい、行くよって。次の企画に。はい、それでは次の企画は、こちら、みんなで全員一目指せカンチェラカンチェライエーイ。ということでね、みんなもね、VTuber やってたのは一度はコラボとかでやったことがあるんじゃないでしょうか、このゲームね。なんかそのテーマに関するお題を見て、例えば黄色い食べ物といえば、ってせーのであげて、バナナとかで全員一致したら、正解みたいな感じのね、全員一系のクイズになりまーす。みたいなね、聞いてるかな、ね、聞いてる。今、エルカなんて言ったか言って。そう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 、全員一致のね、そう、クイズです。ということでね、みんなの仲の良さが試されるということでね、楽しみですね。ってなるよ。聞いてて。ガチのやつ。萎縮してます。パンパン怖い。ちょっと泣く。ちょっとね。ちょっとだけね。二次三次と相性悪い。エル先生、教室帰っちゃったよ。お前、呼びに行けよ。先生、MC 続けてください。ああ、でもね、エルもね、一、二回はね、あ、こういうのもね、みんなの良さだしって思って、そう、言おうとしたよ。でも、それでも進行できなくなっちゃったからさ、戻ってきたんだよね、教室に。で、また戻ってさ、あ、もう一回聞いて聞いてってさ、入れなきゃいけないのかなって思ったら、またそれはそれでめんどくさいんだよね、もう。できんの本当に。できます。で、行こう。でね、見切りをつけなさい。今日知らない人の財布拾ってあげたら無視されました。俺らの現実は LL より厳しい。あ、財布落としましたよって言って渡したら無視されて、パッて取られていったってこと？え、なんで？じゃあその人の代わりに L が言ってあげる。うわ、マジか。ありがとうございます。え、落としてました。うわ、やっば。ありがとうございます。めっちゃ助かりました。すいません、お忙しいところ。ありがとうございます、本当に。助かりました。それじゃあ、成仏してください。ノールック無言受け取りされました。いやー。ダメダメ、拾えて偉い、お財布。エルもこの前落ちたスマホを交番まで届けました。巡り巡って、まあそのスマホの持ち主が見つかればいいなと思う気持ちが9割。巡り巡ってエルにいいことあるやろ、絶対。が1割。本当に1割かな。こんばんは。コメント欄かそってたら、エルエルってどんな感じで喋るの？え、もう、コメントしてくれた人めちゃくちゃ優遇する。最悪。あ、コメントがかそってるってことは、流れが遅いってことです。その分、1コメントを読む時間があるってことだから、あ、まるまるさん、まるまるってコメントしてくれてありがとう。最近調子どうなの？めちゃくちゃ、ひいきする。こびる。じゃあ、せーので一回コメント止めてみようぜ。人狼始まるよ。じゃあ、俺らで絶対コメント止めような。あ、でもコメント止めたら、エルエルが、その時に、かそったコメント欄でコメントしたやつをめっちゃ重宝するって言ってたもんな。すげえコメント返してくれるんじゃね？じゃあ、俺がコメントする役ね。とか。